シナモンハウスです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CB1300 スーパーフォア SP モデルのご紹介です。今はね、生産中止となりましたモデルです。非常にね、人気のある1台です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはね、CB といえばフロント前ですね、LED のね、ヘッドランプですね。はい、非常にね、綺麗なコンディションのいい1台ですね。そしてね、フロントフォークはね、ボーリーズ、ゴールドのね、インナーチューブです。はい、もちろんね、オイル漏れ、オイルにじみ、そういったものもございませんね。はい、そしてね、フロント一回りですね、ABS モデルとなっておりまして、ブレンボのブレーキを採用しております。ブラックのホイールはね、ガリ傷、曲がり、そういったものも見受けられません。はい、それではね、エンジンですね。はい、エンジンガードを用意しましてですね、もうね、伝統のある 1300cc のエンジン、非常にね、コンディションのいい状態です。もちろんポイントカバー、クランクケース、傷、そういったものもございませんね。はい、ステップはね、純正を採用しております。はい、そしてね、マフラー、このね、CB のマフラーもね、独特のあるサウンドがします。後ほどご紹介したいと思います。そしてね、 SP モデルならではのリアオーリンズサスペンションですね。はい、そしてね、リアホイール、こちらもね、フロント同様ブラックのホイールなんですけども、ABS モデルとなっておりまして、非常にね、コンディションのいい状態です。サビ腐食、そういったものもございませんね。はい、ではリア周りです。こちらもね、純正キープした状態です。はい、クリアのね、フェルレンズ、非常にね、締まってますね。で、反対側ってシートです。はい、フロントシート、タンデムシートともにね、大きな破れ切れはありません。はい、そしてタンクですね、白、赤、コントね、3色のね、カラーリングが非常にね、 CB らしいデザインとなっております。はい、タンク内ご紹介します。はい、もちろんですがね、サビ腐食はありませんね。はい、ではですね、エンジン始動といきたいと思います。はい、こちらの CB ですね、冒頭にも述べましたがね、生産中止となりましてですね、非常に残念なお知らせですが、今でも人気の1台です。ぜひという方ですね、お問い合わせをしております。